ホワイト家族24って何ですか？はい、家族への国内通話が24時間無料になるんです。ねえ、あやちゃん、ホワイト家族24って何？家でも仕事の話。僕も知りたい。お兄ちゃんも？お兄ちゃん今日帰り遅くなるんじゃない？聞いてませんでした。何言ってんの？だから俺も知りたいな。お父さんも？あなたは知らなくてもいいわよ。なんで？何がおかしい？すみません、お父さん。何なの？ホワイト家族24って。え？家族への国内通話24時間無料、ソフトバンク。本当にお得なの？はい、ホワイト家族24は家族への国内通話が24時間無料に。キャッシュバックキャンペーンもやってます。お疲れ様。喋りすぎちゃった。本当、声かけふみたいね。参ったな。ホワイト家族24。ありがとうございました。次の方、お待たせいたしました。あや。お兄ちゃん。あや、聞きたいことがある。何をわざわざ？一つ聞いてもいいですか？だから何よ。ホワイト家族24って何？それは家族への国内通話が24時間無料になるってことよ。すごいでしょ？すごい。でもなんで？わかんない。私だってわかんないわよ。なんでお父さんが犬なのかも。全てのものに理由はある。理由？理由って何よ。お父さん、お前にはまだ早い。家族への国内通話24時間無料、ソフトバンク。はい、何ママ？私のどら焼き知らない？知らない。そう、お兄ちゃんじゃないの？あ、そうね。じゃあ聞いてみる。もしもし。はい、知りません。何よ、まだ何にも言って。あら、みんなここにいたんじゃない？うん。あなた、私のどら焼き、ちょっとどこに行くの？あなた、ちょっと、あなた、あなた、ちょっと。やばいやばい。開けなさい。あ、そうだ。もしもし、私のどら焼き食べました。家族24時間無料、ソフトバンク。皆さん、こんにちは。上戸彩です。この度、ソフトバンクショップのスタッフ役を演じます。例えば、ホワイト家族24は、家族への国内通話が24時間無料になって、とってもお得なんです。とか、家族みんなで加入して、もっともっと電話をしようとか、日本の家族にもっともっと会話が増えるように、一生懸命お勧めしていきたいと思います。ソフトバンクは、この夏、ホワイトプランとダブルホワイト、そしてホワイト家族24で、ホワイト、ホワイト、ホワイトでよろしくお願いします。ウェタイヤでした。携帯をかけてプププッと聞こえたら、相手の方はソフトバンクです。もしもし。あ、ソフトバンクに変えたんだね、ということが分かるサービスがスタートしました。あ、またソフトバンクだ。シロさん、もっともっと電話して。ああ、するさ、シロ子さん。僕たち白と白でダブルホワイト。お得だね。え、さらにお得なダブルホワイト。この CM さ、ダブルホワイトだとソフトバンクから他社の携帯への通話も半額って分かんないよね。あ、そういうことだったの。分かりませんでした。ダメじゃん、この CM。 ダメって言うな。どうして？一生懸命やってるじゃないか、この犬だって。なんで分かるの？なんで？目を見れば分かる。ダブルホワイトで半額、ソフトバンク。それで携帯の加入者の増加はどうなってるの？7月のソフトバンクが1位でした。え、7月の？動いたな、日本が。お母さん、お父さんは？ん？会議中。3ヶ月連続加入者増加ナンバーワン、ソフトバンク。アンビリーバブルね。アンビリーバブルです。アンビリーバブルです。つまり携帯の加入者が先月のソフトバンクが1位でした。きた。お母さん、お父さんは？ん？会議中。4ヶ月連続加入者増加ナンバーワン、ソフトバンク。すみません、遅れました。遅い。遅れるなら電話してね。ホワイト家族24なら家族間通話が無料なんだから。ちょっと別件で電話してて。お前に別件などない。はい。ホワイト家族24、ソフトバンク。ソフトバンクが何を始めたって？無料通話できる友達を増やそうっていうプロジェクトです。やるな。おい、聞いてるのか？すみません、聞いてませんでした。ダメじゃない、そんな消極的じゃん。ね、お父さん。ダメだぞ。新プロジェクト始まる、ソフトバンク。お兄ちゃん。あ、皆さんお揃いで。聞いてませんでした。何言ってんの？お、美人発見。そちらはどなた？え、恋人？いや、まだ。ただの友達です。ただの？ただのってことは無料の友達？はい、ただともです。ただとも。やたらと言葉を略すな。あ、喋るんだ、かわいい。あ、そうですか。あなたでも友達ができるっていうのもいいかも。え、ほら、手をこうしてただともの輪を広げよう、ソフトバンク。
コピーを考える？そう、ただ友を増やすキャンペーンのコピーね。どう？お兄ちゃん難しいかな。お父さんは、うんうん、まあ、あ、こういうのは予想外の。ないないないな。コピーライターいないかな。うん、島根のおじさまに相談したら。あ、おじさま元気かな。おじさま、あ、いや、大きくなったな。なんかいいコピーない、おじさま。わわわわわわわか、ただ友の輪ね。輪ですって。おじさま参りました。ただ友の輪を広げよう、ソフトバンク。Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin. 今日はそこまで。メリークリスマス、ソフトバンク。ただと思ってなんだ。月980円のホワイトプランで、うん、ソフトバンク投資の国内通話料が夜9時まで無料になることです。あ、すみません、お父さん。お父さんは？ん？入浴中。ただ友の輪を広げよう、ソフトバンク。クリスマス。メリークリスマス。ソフトバンク。Silent night, holy night, all is calm, all is bright, so tender and mild, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace. Merry Christmas. Merry Christmas. SoftBank. クリスマス、ソフトバンク。嘘じゃねえ。ありえねえだろ。やめなさいよ。だってこいつソフトバンクがすごい学割始めるって言うんだ。嘘じゃねえよ先生。喧嘩はやめろ。犬の言うことなんか聞けるか。先生になんてこと言うの。だって犬は犬でしょ。見た目で決めるな。じゃあ何で決めるんですか。心の目だ。心の目。先生先生先生。カーツ。また吠えちゃったの。吠えちゃった。ついにホワイト学割始まる、ソフトバンク。嘘じゃねえ。ありえねえだろ。やめなさいよ。だってこいつソフトバンクがすごい学割始めるって言うんだ。嘘じゃねえよ先生。喧嘩はやめろ。犬の言うことなんか聞けるか。先生になんてこと言うの。だって犬は犬でしょ。見た目で決めるな。じゃあ何で決めるんですか。心の目だ。心の目。先生先生先生。いいこと言うじゃん先生。家で先生はやめろ。ついにホワイト学割始まる、ソフトバンク。ホワイト学割。はい、ホワイトプランに加入された学生の方は3年間基本料が無料に。パケットし放題が0円からスタートになります。そこまでしてもらうと。してもらうと。申し訳ないです。遠慮なんかするな先生。お父さん。
うちのクラスの江本だ。はじめまして。先生にはいつもお世話になってます。父がお世話になっております。ちょっと一言いいですか。何ですか先生。ボーイズビーアンビシャス。なんだその目は。ホワイト学割3年間基本料無料です。ソフトバンク。まだ見ぬ忠友との出会いがきっと私を待っている。熱い胸をよぎる。せめて今日から一人きり旅に出る。どこを突き歩いてんの。あ、すみません、間違えました。家族貫通は24時間無料。ソフトバンク。ホワイト学割。ホワイトプランに加入された学生の方は3年間基本料が無料に。ソフトバンク同士の夜9時までの通話料金も無料になります。いいんですか。ボーイズビーアンビシャス。ボーイズビーアンビシャス。ほら先生、ソフトバンクごっこはやめろ。はい。テレビ飲みすぎだ。はい。募集だ募集。頑張ってるねお父さん。頑張ってるよ。ホワイト学割3年間基本料無料です。ソフトバンク。子供バイルどこですか。こちらでございます。パパこっちこっち。私も携帯持ちたい。ダメダメ。携帯持ちたい持ちたい持ちたい。ダメだってば。だって家族は通話無料なんだしね。はい。居所分かって安心だしね。はい。まだ早いよ。娘のこと心配でしょ。全然そんな親なんかいないぞ。え、俺なんかまだ心配だ。だからって毎日職場に来ないでって言ったでしょお父さん。お父さんなんだ。まだまだ子供いい。子供と携帯。ソフトバンク。規則は知ってるな。はい先生。じゃあなぜ学校で使った。ホワイト学割で3年間基本料無料だし。無料だし。ただ友同士は通話料も無料だからつい嬉しくて。意志が弱い。すいません。怒ってばかりが教育ではありませんよ。お母さん。校長と呼んでください。校長。ご飯まだ校長。うちで校長はやめましょう。はい校長。ややこしいな。ホワイト学割3年間基本料無料です。ソフトバンク。いただきます。あちょっと出かけるなら子供バイル持ってね。子供バイル。居所分かって安心だからね。安心。せっかくホワイト学割で入ったんだから。あれ予想外です。かわいい。ソフトバンク。それそうです。ただ友じゃん。素敵。ほらほら俺の場所だろそこは。すみませんお父さん。何焼いてるのよあなた。焼いてるもんか。おかしくない。すみません。どっちも子供ね。甘えん坊さん。子供と携帯。ソフトバンク。ありがとう。年間純増ナンバーワン。ソフトバンク。